こんにちは。インターナショナルワイヤークラフト協会の土屋千恵子です。この時期、このような消毒用スプレーを持ち歩いている方もいらっしゃると思うんですけれども、いざ使おうとするとバッグの中でね、すぐ取り出せなかったりとかしてお困りだったりしていませんか？今日はですね、これ 50ml の入るボトルなんですけども、こちらのボトルを入れて、ね、バッグに吊るしているようなの、ね、簡単に作れるポーチの作り方をご紹介したいと思います。ポーチを作るときに、このね、ファスナーの部分の付け方が難しいんじゃないかなって思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、今日はあるものを使って簡単に綺麗に作る方法をご紹介したいと思います。今日作るこちらのポーチなんですけれども、艶消しのラミネート加工の生地を使います。ラミネートの生地を使う理由は2つあります。1つは汚れをさっと拭くことができます。2つ目は切ったところがほつれませんので、少ない工程で仕上げることができます。それでは早速作っていきましょう。ファスナーの準備をします。ファスナーは少しこのようにね、開いておきまして、裏返しにします。そしてこのね、金具のついてる部分でこのように三角に折ります。で、仮止めをしておきます。こちら側もですね、三角に折って仮止めをします。そしてここの部分をミシンか手縫いで縫って留めておきます。ファスナーは閉じまして、裏側を表に向けます。で、生地は表側を上にしまして、このように表側同士を合わせます。で、ファスナーのね、スタート位置が左側に来るようにしまして、ここの生地の左端から 1.5 センチぐらいのところをね、ここの金具のところに合わせるようにしまして、上のラインを合わせながらクリップで仮止めをしていきます。で、こちらなんですけれども、こちらの辺から 1.5 センチ内側まで縫いたいので、 1.5 センチ内側にこのようにね、マスキングテープを貼っておくと目印になります。そしてここのね、端から5ミリ内側をミシンで縫っていきます。ファスナーを縫い付けるときは、こちらのファスナー押さえというものがありますので、こちらに付け替えます。そして今日はラミネート加工の布ですので、生地が滑りやすいように裏側にこのようにマスキングテープを貼りまして、あとね、切り込みを入れて、くるんでおきます。で、こちらの押さえを最初は左側ですね、左側の押さえに合わせてつけます。そしてね、こちら縫っていくんですけれども、ファスナーを最初このように開けておきます。はい、で、針を落とす位置はこのね、ファスナー三角に折ってあるところに落としてあげると縫いやすいです。
を下げたまま持ち上げてファスナーを移動させます。そして続きを縫っていきます。そうしましたらこのようにね、テーブルの上に置きまして、布の方を上に持ち上げます。で、天地を逆にして、このね、布をコロコロで押さえていきます。で、こちらのコロコロは説明欄に詳細を載せておきます。そして今度ね、こちら 1.5 センチ内側まで縫いたいですので、このようにまたね、マスキングで印をつけておきます。はい、そしたらこのね、縁から 2,3 ミリ下のあたりを縫って押さえていきます。で、ファスナー金具の方は右側に取り付けます。で、糸も右側に振って流しておきます。はい、で、ここね、針を落とす位置なんですけれども、これ端から落としてしまうとファスナーに引っかかって進みづらいですので、このね、ファスナーの重なってるところの位置で大丈夫です。はい、この部分を縫いました。で、こちらは 1.5 センチ縫ってない状態ですね。で、今度はもう一枚の布を合わせて縫っていきます。で、このようにね、上から合わせて左側の端を合わせます。と、上のラインですね、上のラインを合わせて仮止めをしていきます。で、仮止めをしましたら、こちらもまた 1.5 センチ内側開けたいですので、マスキングテープを貼って目印をつけておきます。で、縫い始めるのはね、このマスキングテープの 1.5 センチ内側のところからこちらに向かって縫っていきます。で、押さえの金具の方は今度また左側の方にセットし直します。で、5mm内側ですね、5mm内側を縫っていきます。このようにまた置きまして、布の方を持ち上げます。はい、そしてこのね、折り目で開いてコロコロで押してあげます。で、ここの布の際をまたミシン 2,3 ミリ下をかけていくんですけれども、こちら側 1.5 センチ開けるようにマスキングテープで印をしておきます。で、押さえの方は右側にセットし直します。このね、マスキングで 1.5 センチ開けたところから縫い始めます。はい、ファスナーがつきました。で、リボンの付け位置なんですけれども、こちらのファスナーのスタート位置の辺につけていきます。そうしましたらファスナーをこのようにね、4分の3ぐらい開けておきます。そしてファスナーと布の端を合わせて真ん中を出します。ちょっとギュッと押さえてあげると折り目が目印になりますので、リボンを2つ折りにします。そしてこのね、留め位置に合わせてリボンの真ん中から下の方ですね、
あまりこれ上の方に仮止めしてしまうと縫い目と重なってしまいますので、ちょっとね、真ん中より下側の方に仮止めをしておきます。そしたらこのね、端と端を合わせてクリップで仮止めします。こちらのね、リボンを挟んである方の辺から縫っていきます。1センチ内側にミシンをかけていきます。これもファスナー金具で左側に移動させて縫っていきます。でここもですね、ゴロゴロしていますので、ちょうどこのね、ファスナーの三角に折ったあたりに針をこのように落としてあげるといいですね。進みにくいようでしたら、ちょっと、ね、手で押してあげると進みます。はい、1センチ内側を縫いました。そうしましたらこう、ね、裏返して、今度はこちらの辺の1センチ内側を縫っていきます。この時にこのファスナーが引っかからないように、このようにひっくり返してクリップで留めておきます。そうしましたらマスキングテープを5-6センチの長さでカットします。そして両端を少しだけ折り返しておきます。5ミリぐらいですかね、はい、でこれを2つ用意します。布の高さを折り目で揃えます。高さが揃いましたら、こちら外側少なめで、内側長めでこのように仮止めしておきます。で裏返しまして、こちらも外側が少なめ、内側多めでこのように貼っときますね。でこのね、マスキングがついたまま1センチ内側を縫っていきます。そしたらマスキングを外して、このね、縫い目のところで切ってあげます。こんな感じですね。でファスナーを戻します。ファスナーは開いてた方がひっくり返しやすいですので、もう少しだけ開いておきます。この辺ですかね、少し内側ぐらいまで、はい、で最後にこのね、下の辺から5ミリ内側を縫います。はい、針を落とす位置ですけれども、端からではなくてこの縫い目よりもちょっと先のところの位置で大丈夫です。ひっくり返す前にですね、ここの角をミシンで縫ってないところをちょっとこのようにね、三角に切り落としておきます。縫い目を切らないように気をつけてください。はい、そしたら表側に返しますね。あとはできるだけ指先で丁寧に押し出してあげます。ある程度押し出しましたら、ラミネート生地は目打ちとかですとちょっと傷にね、なりやすいですので、このようなゴム通しなどでね、内側から入れて角を押して出してあげます。
ボンの仮止めを外しますね。で、そしてリボンに金具を通します。はい、で50ミリのスプレーボトルを入れて、このようにねバッグに吊るして持ち運ぶことができます。これで完成です。